それではこれから計算奇数学1の第3回の授業を始めます。授業に入ります前に、前回第2回のまとめを振り返っておきましょう。前回は、2進数、符号付き整数の表現、2の歩数について学びました。その次に、実数の有限桁の近似、すなわち、実数を有限桁で近似することと、不動小数について学びました。それから不動小数の絶対誤差と相対誤差について学びました。で、さらに不動小数の丸目誤差とマシンイプシロンについて学びました。で、最後に IEEE の不動小数規格について学びました。今回の授業では、多精度整数の表記と加算について学びます。それではテキスト第2.1.5節、多精度整数の表記と加算から入っていきます。テキストを持っている人は15ページを見てください。まず、今回の授業で扱います多倍長演算、もしくは多精度演算と呼ばれる演算ですけれども、今後、この授業における整数や有理数などの数の演算は、正確に行うことを前提にします。まず、このことに注意してください。そうしますと、これまでの授業で、1ワードというメモリのその容量について学びました。1ワードというのは、何バイトかのそのメモリの集まりになっておりまして、で、基本的にその CPU で処理されるその数値や情報の単位というのは、そのワード単位として処理するということを我々学びました。で、しかしながら、その現実の世界にはですね、その1ワードに収まりきらないようなその大きな数というのは、しばしばあるわけで、で、そういった数をその計算機で扱う必要も生じるわけです。それでは、そのような1ワードに収まりきれない大きな数の演算をその計算機でどのように行うのかということをちょっと考えてみましょう。で、このスライドでは写真が載っていますけれども、これは僕の家にで使っている電卓です。で、皆さんもこういう似たような電卓ですとか、あるいはそのスマートフォンの電卓アプリなどを使う機会があるかと思います。で、大体電卓、家庭用の電卓というのは、この写真にありますように、その10進8桁の精度を持っているわけなんですけれども、例えばその電卓を使っていても、その8桁に収まらないような数を扱うっていうことは、普段の生活はそれほどないかもしれませんが、もし扱う必要があるとすると、困るわけですよね。で、今回はそういう状況をちょっとですね、その CPU のワードっていうのをこの電卓の桁数に置き換えて考えてみようかと思います。で、じゃあ、例えばこの電卓が何個でも使えると、有限個ですけど、電卓を何個でも使えるという状況下で、その例えば今、写真で与えられております電卓っていうのは、10進8桁の数までしか扱えませんけれども、これを使って、複数個の電卓を使って、その、もっとより大きな数を扱いなさいと言われたときに、皆さんだったらどうしますかっていうことをちょっと考えてみましょう。そうしますと、パッと思いつくアイデアとしては、その必要な桁数の分だけ電卓を並べて計算をしましょうということを思いつくのではないかと思います。と、このスライドにありますように、その上位桁から下位桁分までのですね、こう電卓を5個並べてみるわけです。で、それぞれの位の桁をそれぞれの電卓に計算させるということで、例えばこのスライドに出しました例ですと、電卓を5個用意しましたので、8×5 でその40桁、中心40桁まで計算可能になるだろうということが予想できると思います。そこでここからは、まずはですね、非不整数の多倍長演算というのを考えていきたいと思います。多倍長というのは、
これまでの学んできたことっていうのは、その CPU の、ワード単位の演算だったわけですけれども、今回はワードをいくつか集めて、何倍かのワードを使って、で、1ワードではできないような大きな数の演算を扱うという意味で、この多倍調という言葉が使われております。で、このようなその多倍調と呼ばれる何個か複数個のワードを持って、その整数を表現することを多倍調整数というふうに呼びます。で、そこでこれからやることは、その多倍調演算を計算機上でどうやって実現するかということです。先ほど出しましたアイデアでは、電卓を複数個並べて、1個の電卓では計算できないような大きな桁数の演算を行うというアイデアを示しましたけれども、あの電卓の世界をこのメモリ、計算機、我々が今扱っている計算機とかメモリに置き換えてみますと、先ほどの例の電卓1個1個が、1ワードというふうに思えばいいわけです。で、電卓を複数個並べるということは、そのある整数を複数のワードを使って表現することによって、そのような大きな数の演算を可能にするということになります。で、そこでこれからは、その2つのことを学ぶんですけれども、1つはそのデータの表現と、大きな数を複数個のワードを使って、そのどのように計算機上で表現するかという点。で、もう1つは演算の手順。これはアルゴリズムと呼ばれますけれども、じゃあ実際にそのような多倍調を複数個のワードを使って表される数の、例えば加算ですね、加算をどのような手順で行えばよいかということについて、これから学んでいきたいと思います。では最初に、その多倍調の大きな数を表すためのそのデータの表現について示していきます。で、ここでは A を表したい数値、非常に大きな、1ワードでは表せないような数値ですね、とします。それから K を、その A を表すのに使うワード数とします。で、最後に A0 から A の K-1 というのを、その A を表す具体的な各ワードということにします。それでは実際の多倍調数のデータの表現について見ていきます。先ほど紹介しましたように、その A0 から A の K-1 をその多倍調数 A を表すワードとしました。で、これらを、この A0 から A の K-1 を使って、その整数 A をこのスライドの真ん中にありますシグマの式のように表します。で、ここで注意点なんですけれども、この2の ni 乗という数なんですが、以前の授業で紹介しましたように、この n というのは1ワードの大きさを表すビットの数を表しております。ですので、2の ni 乗というのが、各1ワードを表す数の大きさと思ってください。で、この式から見ていただいて分かりますように、A という数値を表す際に、その下位桁をですね、一番下位の桁を、A0 とし、A に A0 というワードを割り当てまして、そこから始まって A1、A2 と進みに従って、徐々にその上位の桁に相当する部分のワードとしてワードを割り当てていきます。で、最後、その一番大きい、この A を表す一番大きいの数の部分にはこの A の K-1 というワードを使います。このようにして、その合計、KN 桁ですね、KN ビットだけのその大きな数をこうメモリ上で扱うことができるようになります。で、囲碁ではこのような形で A0 から AK-1 という K ワードを使って多倍調数 A を表すということを、下の行にありますように、このような式で表記することにします。次に、先ほどのような形で表現しました多倍調数 A を、
その具体的にどのような形でメモリに格納するかということについて述べます。ここにA という数を表すのに使います、ワード A0 から AK-1 をそのメモリに配置した状態を表しました。で、最初に気をつけなければならないことは、このメモリの先頭ですね、以前説明しましたが、このメモリというのは、下の段が、より先頭に近い、アドレスが小さいメモリでして、で、メモリのこの図のですね、上の方に行くに従って、そのアドレスが大きくなっていて、メモリの中では後ろの方になるということなんですけれども、このメモリの先頭に、この K、すなわちこの A の長さ、すなわちその A を表現しているワードの個数ですね、これを含めることに注意してください。で、その次の番地からは、その A0、A1、そして A の K-1 に至るよの順番で、その A を表現する各桁をに対応するメモリをの格納をしていきます。ということで、今はその K ワードを使って、その A という多倍長数を表現するのですが、実際にその計算機上に確保するメモリのワード数は K プラス1ワードになるということに注意してください。今の話で、その多倍長数で表す整数 A を、の、その、多倍長数で表現した際に、それらのワードをメモリに格納する手順について説明しました。で、次に、この A をですね、この二進表記するのに、今のやり方で一体何ワード必要かということについて議論したいと思います。まず最初に、その A を二進表記した際のそのビット帳が必要になりますけれども、これはこのような記号で表されます。ログの A プラス1なんですが、この LG という記号は、2を定義する対数です。ので、これはテキストの最初の方のページの記号一覧のところに載っておりますので、確認してください。で、この A プラス1のその2を定とするログの値の両側括弧は、これガウス記号に似ていますけれども、これシーリング関数、天井関数と呼ばれるものです。で、この定義についても、テキストで確認しておいてください。このシーリング関数、天井関数の定義はテキストの4ページに出ております。このシーリングの X というのが、X 以上の最小の整数を表す関数です。で、次に、今はその A を二進表記した時のビット帳でしたので、これをそのワード数に置き換える必要があるわけです。で、1ワードが N ビットの時、A を二進表記するのに必要なワード数というのは、先ほどのビット帳を、N で割った値ですね。このビット帳に対して、このシーリング関数の中身を N で割った値となります。で、これを以後、この授業では、len A、つまり A は A の長さですね。で、len というのはこの length の len ですけれども、A の長さと表すことにします。で、ここまででひとまず、その A という数が5、表現するのに必要なワード数はレングスの A で表されることが分かりましたので、実際にそれをメモリに格納する際に何ワード必要かということなんですが、先ほどのスライドでやりましたように、そのメモリに収納する、格納する際、メモリに A の情報を格納する際には、その A の長さの値を収納するという決まりがありました。で、これがその1ワード分取られるわけですね。ですので、結論として、その A を計算機上で二進表記するのには、ここにありますように、len A プラス1ワードを使うということになります。
最後に補足ですけれども、この最初にやりましたこの A を2進表記したときに必要なビット数が、この A プラス1のログの天井関数、シーリング関数の値になるというのは、あまり自明なことではありませんので、各自でちょっと考えてみてください。